こんばんは、笠井美久です。私は今どこにいるでしょうか。皆さん、今年の夏はいかがお過ごしでしょうか。プールには行きましたか。このぐらいの荒さのフェンスの向こうには普通にあの車が120台ぐらい走ってるのめっちゃ恥ずかしいです。でも笠井美久はめげない。本日の動画ですね、笠井美久の水浴び。笠井美久にとって高一ぶりのプールめっちゃ楽しみです。いざ入湯。外はだいたい35度ぐらいで、プールは29度。やはり全身浸かるまではちょっとだけ冷たい。マジやばい、マジやばい、マジやばいですってば。横は5人、縦10列の50人が乗れるぐらいの車サイズのプール。プールって入った直後犬かきしちゃいますよね。最高なんですけど。本日の水着を紹介しますね。小さすぎて見えない。本日のためにシュノーケルを購入。呼吸ができる、すごい。笠井美久、忍者にもなれる気がしてきました。忍者の里の皆さん、スカウト待ってます。得意泳ぎはカエル泳ぎ。おすすめの視聴ポイントなんですけども、ぜひ息継ぎの瞬間を拡大して見てみてください。命を感じられます。こちらも本日のために購入。おそらく威力がやばいんで施設の人に確認しました。これ使っても大丈夫ですか。勢いのいいお小水。ぶっちゃけスプラトゥーンみたいな威力を期待していたんですけども、選ばれたのはお小水でした。ここでハープニングが。5人組のパリピ学生が通りかかります。冒頭でも言いましたが、ここめちゃくちゃ人通りの多い道路なんですよね。もし見つかったら命の保証はない。全力で潜ります。生き延びました。その姿はまさに人を怖がる妖怪。背後には見知らぬユニコーン。遡ってみるとね、空気を入れる音がずっとしてました。パパイ、ありがとう。まさか22歳になった自分がこのデザインの浮き輪に乗るなんて思ってもいませんでしたが、まあやはり YouTube ってのはすごいものですね。